こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon の複数アカウントですね。これを何のために持つのか、どういうことをやっちゃいけないのか、削除になるとどうなるのか、その辺のお話をしたいと思います。まず、Amazon ね、一人一アカウントなんで、個人アカウントと法人アカウント、別人格なんで、これは契約に違反しないで、一法人一アカウント持てます。だからね、個人の方が法人を10個持てば10アカウント持てるという形になります。ただし、これね、個人と法人が、例えば同じ住所とか、ね、同じパソコンを使ってたりして紐づいてたら、何十個持ってようが、ね、どれか一つに問題があれば全部一気に削除されます。だから、規約に違反してるか違反してないか、それはですね、もしもサスペンドされた時、あるいは削除された時のリスクを考えると、あんまり意味がないです。規約に違反しない形にはなりますけど、別人格、法人を作って、複数アカウントをバレないように運営すると。こうしないとですね、Amazon の対策にはならないです。で、情報を発信してる人とかね、質問受けて調べてみたんですけど、結構間違えたノウハウ、ね、危険なことを発信している人がいました。まず複数アカウントでやってはいけない3つの NG、ね。身内や他人の銀行口座を借りると。これはやめた方がいいです。規約違反より深刻な税務問題を引き起こします。それから、売上が大きくなったのにね、アカウント1つしか持ってないと。ね、これ規約を守っていればアカウント削除はされないと。勘違いしている人が多いですけど、規約を守っていてもアカウント削除されるときはされます。どういうケースでされるかですね。またこれはご質問ください。もう単純に、システムが間違えた判断をすることがあります。それから、レンタルオフィスを使ってアカウントを取得する。これね、最悪の選択です。リスクヘッジにはなりません。同じレンタルオフィスを借りてる人が、何かやらかしてアカウント削除されたら何もやってないのに同じ住所ということで削除されます。この辺の仕組みがですね、勘違いしてる人が多いんですけど、Amazon はですね、はっきり黒だと分かった人を退場させてるわけではないです。逆に疑わしい人には参加させないというのが Amazon のスタンスです。ね、この現実を知らない人が多いですね。規約を守ってるからとかね、自分はちゃんとやってるから削除されないと思ってる方いますけど、システムが間違えた判断をすることもありますし、規約違反、ね、思いもよらぬところで、とばっちり、規約違反をしてる人の思わぬとばっちりで削除されることもあります。でね、アカウントの、止まる仕組みなんですけど、これ Amazon の方でですね、システムで基本的に管理してます。個人情報とか PC 情報なんかを見てシステムがサスペンドします。で、その後人間が削除するか警告で済ますか判断してます。で、よくあるのがね、システムがサスペンドしたと。かといって、疑わしいけど、多分何もやってないだろうと。ただ、はっきり真っ白ですっていうふうにね、証明できない限りは復活しないです。これは、Amazon の仕組みでそうなってます。システムが止まったとき、人間が解除する判断は真っ白だという証拠が必要です。でね、黒じゃないけど、白の証拠もないと。ね、信じてください。それじゃあ全然、埒が明かないです。それいろいろ苦労して工夫してですね、アカウントを復活させてる人いますけど、あまりアカウント復活させても意味ないですね。一度罰がついたアカウントを復活させても、そのアカウントには思いっきり商品を入れることはできないです。だからどっちみち新しいアカウントを作るしかないと。だからね、あんまりこのアカウント復活の方には、力を入れずに、新しい、まっさらなね、関連性のないアカウントをどういうふうに作るか、そっちの方に、力を入れた方がいいです。で、実はこの Amazon のアカウントね、複数使うっていうのは、もう基本中の基本で、中には、アカウント10個以上持ってる人もいます。そういう形で運営しないと、Amazon を中心に売り上げと利益を得るのは、ちょっとリスクがあるというのがね、現実問題、今起こっている状況ですので、Amazon の複数アカウント考えている方はですね、アカウントを作る前に、ご相談ください。作った後だとですね、もう対策のしようはないです。
作る前にきちんとね、リスクヘッジになってるアカウントの作り方かどうかチェックさせていただきます。また、それ用のね、動画の方も作ってありますんで、ご覧になりたい方はまたご質問ください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。